おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は人参のプランター栽培についてお話ししたいと思います。人参は言わずと知れた根野菜ですが、畑で作るものと思いがちですが、実は深さが20センチもあればプランターで作ることができます。しかも間引きながらミニ人参としてサラダ感覚で食べることもできます。種まき時期は関東ですと4月から10月、害虫が少なくなる9月、10月が初心者の方やこれから冬野菜を作り始めてみたいと思う方にはぴったりな野菜だと思います。今回も実際にプランターに種をまきながら育て方も含めた6つのコツについてお話したいと思います。1つ目のコツ、用土です。畑の場合は2週間前に苦土石灰、1週間前に化成肥料を入れるようにしてください。プランターの場合は市販の元肥入りの培養土で十分になります。2つ目のコツ、種まきです。人参は好光性種子ですので、種は筋まきしてから軽く土をかけます。水やりは種が流れやすいので軽く与えるようにします。完遂しましたら新聞紙やもみ殻などで日よけやマルチングをするといいと思います。3つ目のコツ、間引きです。株と株の間に十分なスペースがないと日当たりや風通しが悪くなり、害虫や病気、生育が悪くなることから行います。1回目は本葉が 2,3 枚の頃、3から4センチ間隔に間引きます。2回目は本葉が6枚から7枚、株間10センチから15センチで間引きます。この時に間引いた人参は収穫するようにしてください。4つ目のコツ、追肥土寄せです。1回目2回目に間引くときに化成肥料を与えながら土寄せをします。5つ目のコツ、収穫です。根元の根の直径が4センチから5センチになりましたら収穫ができます。種まきから100日から120日頃が目安になりますが、大きいものから食べるといいと思います。6つ目のコツ、病害虫です。うどんこ病が出やすいので風通しを良くし育てるようにしてください。害虫はキアゲハの幼虫がつきやすいので、見つけましたら割り箸などで取るようにしてください。ハブラムシは野菜用の薬を施すようにしてください。プランターにネットをかけてもいいと思います。今回植える人参は五寸人参になります。作りやすく収穫量も多いタイプになります。こちらが人参の種になります。ピンク色に色がついているのは害虫対策によります。こちらをまいて食べても人体には影響のない範囲になります。それでは定植していきます。それでは人参の種をプランターにまいていきたいと思います。まず今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。幅が2の4の60センチ、奥行きが15センチ、深さが20センチあります。そして用土です。用土は畑の土に苦土石灰を混ぜてふるいにかけた用土を用意しました。こちらになります。そして種になります。今回まく種は時なし五寸人参になります。発芽率もよく作りやすい人参になります。そして何が植わっているのか分かるように名札を用意しました。もう一つ用意するものがあります。こちら段ボールの切れ端になります。こちらは何に使うかと言いますと、プランターの用土を整地をしたり溝を作ったりするときに使います。濡れて反ったりした場合はまた新しい切れ足を作れますので、 2,3 回おきにこのような段ボールの切れ足を作っていきます。それでは定植していきます。プランターに用土を入れていきたいと思います。こちらの段ボールで慣らしていきたいと思います。はい、均等になりました。それでは溝を掘ります。はい、溝が掘れました。それでは五寸人参の種をまいていきたいと思います。種は
このように細かいので重ならないようにします。発芽率がいいのでそれほど厚く巻く必要はないと思います。巻きましたね。それでは肥土を軽くしていきます。種が隠れる程度でいいと思います。それでは灌水します。種が小さく流れやすいので軽く与えます。水が引くのを待ってから再びかけます。そして何が終わっているのか分かるように札を刺します。以上で人参の種のプランターへの種まきが完成いたしました。今回も1週間前に種をまいたプランターがありますのでそちらをご覧ください。こちらのプランターが種をまいてから1週間から10日ほど経ったプランターになります。ちょうど子葉が出て本葉がこれから出るというところだと思います。均等にまいたので発芽率は揃ってます。このような感じですね。まだ間引きには少し早いと思います。そしてさらにお隣にこちらは種をまいてから1ヶ月ほど経った人参になります。この頃になると本葉も大きくなり株の個体差も出てくると思います。この中から小さい株や曲がった株などを間引きしながら育てていきたいと思います。少し株を見てみます。一番端のはやはり虫に食べられた跡がありますので抜いてしまいます。混み合ってるところを間引く感じでいいと思います。端から抜いてしまいます。こちらも小さいですね。見るからに茎が細いです。このような感じで少しずつここら辺も混んでますね。こちらも取ります。はい、透かしていきます。ここもありますね。小さい方を取ります。そして間引きましたら土寄せをします。両側からこのように土をかけるようにします。そして化成肥料や液肥を与えるようにしてください。こんな感じですね。このような感じで土寄せになります。さらにまた2週間ぐらいして大きさが分かってきますのでその時に再び間引きをしながら最終的にはプランターですので株間5センチから10センチで人参を育てていきたいと思います。今回も実際にプランターに種をまきながら育て方も含めた6つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、用土です。畑の場合は2週間前に苦土石灰、1週間前に化成肥料を入れるようにしてください。プランターの場合は市販の元肥入りの培養土で十分になります。今回は畑の用土に苦土石灰を入れふるいにかけた用土を使っています。2つ目のコツ、種まきです。人参は好光性種子ですので種は筋まきしてから浅く土をかけます。水やりは種が流れやすいので軽く与えるようにしてください。灌水したら新聞紙やもみ殻などで日よけやマルチングをするといいと思います。3つ目のコツ、間引きです。株と株の間に十分なスペースがないと日当たりや風通しが悪くなり病害虫や生育が悪くなることから行います。1回目は本葉が 2、3 枚の頃3から4センチ間隔に間引きます。2回目は本葉が6枚から7枚株間10センチから15センチ間隔に間引きます。この時間引いた人参は収穫となります。4つ目のコツ、追肥し寄せです。1回目2回目に間引く時に化成肥料を与えながら土寄せをします。5つ目のコツ、収穫です。根元の根の直径が4センチから5センチになったら収穫になります。種まきから100日から120日が目安になりますが大きいものから食べるといいと思います。6つ目のコツ、病害虫です。病気はうどんこ病が出やすいので風通しを良くするようにしてください。害虫はキアゲハの幼虫がつきやすいので見つけましたら割り箸などで
取るようにしてください。アブラムシは野菜用の薬を施すようにしてください。またプランターにネットなどをかけてもいいと思います。今回は人参のプランターへの種まきを行ってみました。人参は4月頃から育てることができますか？害虫や夏の日照りから失敗することも多いと思います。それに対して秋まきしますと害虫も少なくなり、冬の寒さにあたり人参が甘くなることから秋口から育てる方も多いと思います。この後の作業ですが、再び間引きをしながら肥料を与え育てていきたいと思います。またこれからもいろいろな野菜のプランター栽培についてお届けできればと思います。今回は人参のプランターへの種まきと間引きについてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。